こんばんは、こんばんは。2020年4月7日、ウェーブ朝倉学校理科のバージョンです。はい、本日は、緊急事態宣言が発令されました。で、この事態を受け止めて、私たちはできるだけ行動し、外出が、健康のために外出はむしろ運動、適当な運動はしてほしいんですが、過度な外出は控えるということになりますので、その分数学や理科の勉強に親しんでいただける形に していただきたいと思いますし、また、特に、学校休暇が長引いてますので、学び機会が減った、小中高校生の皆様にこれがご役に立てればと思っております。まず最初にこれを示したいと思うんですが、前に私がこのコロナ対策に取り組む中でたまたま思いついた式なんですけど、567コロナを割ってみようというふうにちょっと考えたら、9と9で2回割れるんですね。そして7が残ります。はい、コロナ、苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となると、ラッキーセブンとなるというはずですので、この1ヶ月、お互いに頑張ってこの危機を乗り切っていきましょう。それでは先ほど数学の時にも示したんですけど、今後のウェブ朝倉学校、このウェブ朝倉学校は3月2日の休校の時にとにかく、勉強ができなくなってしまっている小中高校生に発信しようということで始めました。こんなに長期化するとは、その時は思っておりませんでしたが、あと1ヶ月この状態が続きますので、どういう方向にしようかと考えて、これまでたくさんのスライドをパッ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 と見せて説明してきたんですが、より少ないスライドでじっくりと深めていく方向を作ろうかなと思っております。そして今ちょっと画面がずれてるんですが、私の撮影してる、アクウスというスマホなんですが、の画面の縦画面じゃないと実は Facebook 発信できない。で、 Facebook 発信した後に YouTube に載せますので、どうしても縦画面になってしまうんですけど、その、縦画面に合わせた画像を作っておりますので、できるだけ少ないスライドでじっくり深めていこうと思います。そして英単語も復帰しようと思っております。というのは、その科目の勉強にどうせ高校になると英語の話が、入ってきますし、それから数学理科系の英単語はまたいずれそれ自身を解説する形をやろうと思うんですが、ギリシャ語、ラテン語の語源に由来することが多くて、その語源の発想を知っていると実は英単語の語彙を増やす一つのポイントともなるので、全て説明するわけじゃないですし、いちいち説明しない部分もありますけど、英単語は併記しようかなと思ってます。あと、Google のクラスルームというところに私のこの、授業の、クラスルームを作っております。で、そこに、今日学んだことの、宿題というか関連問題とかも置くようにしますので、よかったら、入ってみてください。で、ということで実は本日のスライドはわずか2枚です。 目については、実は今日目のシリーズなんですけど、目は非常に深い世界で、深めると4回ぐらいに分割できるので、今日は本当に第1回ということでやっていきたいと思います。じゃあまず目の構造ですね。ここまで近づけるよな。ここまで近づけるんじゃなくて、近づけるすぎると私の声が小さくなるので、こうやって拡大するんだな。で、ちょうどこの画面に合った大きさになんとか作りましたので、既存の図をこの縦画面にうまく当て込んだんですね。はい。それで既存の図というのは、作り込みもともとしてあったんですけど、それを縦画面に合わせて作りました。あれ？ちょっと差し込む。で、まず目なんですが、ちょっと後で聞きますけど、この目って左目か右目かどっちを示してるかって分かりますか？この目ですね。左目か右目かどっちかなんですけど、ちょっとそれを考えながら見てみてください。さて、目これが前方で光がここから入ってくるとすると、
ここが角膜ですね、角膜です。あ、目の入り口のところにある透明な膜が角膜です。で、角膜から入って、ここに虹彩というのがあります。虹彩で、この虹彩というのは皆さんの黒目の中のさらに外側の部分ですね。で、そこが実は光を遮断する働きをしまして、この虹彩より内側のところが瞳孔といいまして、まあ、瞳ですね。ここから光が入っていく形になります。で、そこでその後水晶体とレンズがあって、ここで光を屈折させて、このガラス体を通って像を結ぶようになっております。ガラス体というところを光が通っていくんですね。さて、でこれ後で構造を説明しますが、この水晶体というレンズですね、レンズは沈晶体という帯のようなものが周りについてまして、これ平面図です、ありますので、まあ、2箇所しかついてないようですけど、ぐるっと取り巻くようについてるんですね、沈晶体。で、沈晶体の沈は何かというと、これを研究したドイツ人の医者の名前で、沈さんという、まあ、沈さんというと中国人みたいですけど、実はドイツ人で沈さんという人がいまして、まあ、沈晶体ですね。そしてここの沈晶体の外側にこうとオレンジ色で描いた毛様筋という筋肉がありますという形ですね。さて、それでは、こっちのガラス体があって、この、一番内なんて後ろ側というか脳のに近い側に3つの膜があります。胸膜、脈絡膜、それから網膜、まあ、網膜はレチナって言ってます。レチナって実はレチナールという、その成分がありまして、これはまあ明日でもやろうと思うんですが、どっかレチナという言葉聞いたことないでしょうか。あ、それから、虹彩のことはイリスって言ってます。まあ、これももしかしたら聞いたことがあるかもしれません。さて、網膜というのがこの青いところですね。つまり光が一番入ってくる、その入ってくる側からすると近いところですね。で、その次に脈絡膜というのがあって、一番外側が胸膜というのがあります。で、胸膜の延長線上が実は白目になっているんですね。白目になっているところがあります。さて、でこの網膜が実は、私たちの色とか光のありなしを見分ける視細胞がありまして、この視細、ここの網膜の部分で私たちは光を受け止めてるんですが、それのことは、これは詳しくは明日やります。網膜の視細胞の話は。そしてこれに視神経があって、これ視神経があって脳につながっているんですね。さて、先ほど最初に質問出したんですけど、これは右目か左目か。これ左目です。で、なぜかというと、これですね、この脳との位置関係について見ておいてほしいんですが、脳がここにあります。で、左の目からの情報が視神経にで入って、右の目からの情報が視神経で脳に入ります。で、本当はちょっと厳密に言うとこうじゃないとかがあるので、それはまた明日以降やろうと思うんですが、本日のところは、こういうふうに押さえていただくといいと思うんですが、 ここですね。で、実はこの視神経がこうなってるのは分かりにくいと思いますけど、この視神経が貫いているところが網膜を貫いて、こういうふうに分、このシャワーみたいに書いてありますけど、こういうふうに分布してるんですね、視神経は。で、ここに網膜があるところに対して、ここの網膜の情報をこういうふうに受け止めて、集めてこういくんですね。ということは、どうしてもここの視神経が貫くところは視細胞がないんですね。まあ、電線があるところには、どうしても電線が通るスペースを作らなきゃいけないので、感覚器が作れないみたいな感じで、ここは通れないんです。で、そうするとここは見えない。で、右目についてもその盲点がこっちにあります。一方、真正面を直視した時に一番よく見える部分を黄点って言ってます。黄点、黄斑で、この黄斑というところは、まあ、ちょうど真正面見たところであります。で、それで、よく毛斑検出テスト、まあ、ネット上で毛斑検出テストとか毛斑テストという、言葉で検索していくと、実際の用紙がプリントアウトできると思いますので、まあ、一回実感してみるといいと思うんですが、実は、この左目の左側ですね。で、右目の右側、まあ、それぞれの目の外視野の部分に
このどうしてもこの盲点に入ってしまう部分があるので見えないところがあるはずなんです。だから皆さんは左目では左の、視野の一部、右目では右の視野の一部が見えてないはずなんですけど、でもまあ普段生活してて見えてないとは感じないのは2つ理由がありまして、1つはあの右、片方の、目がその盲点の部分を補ってしまうから、補うからですね。左目の盲点の部分は右目でちゃんと見ることができると、いうことで、じゃあ、試しに片目をあの閉じて、じゃあ左目だけにしても左目に盲点があるように感じません。それは実は脳が補填しちゃうんですね。あの周りの風景から、つないで、まあ、こことここにあの見えるところがあったらそれと同じ景色が見えてるように、脳で補填してしまいますのでなかなか気づきにくいんですが、盲点検出テストをやっていただくとこれ気づきます。はい、さて、それで、これが左目ということが分かっていただけたと思います。それでは次に今日2枚目で、本日としては2枚目で最後のスライドなんですが、まあ、非常に身近なあの生活の話でやりまして、皆さんは瞳孔反射というのは聞いたことあるでしょうか。瞳孔というのはこの正面から見るとこの光が入る隙間がこれですね。で、瞳孔が拡大したり縮小したりするんです。で、明るいところに行くと光を必要以上に入れないように瞳孔が縮小するんですね。で、暗いところに行くと光をできるだけ強めようと思って瞳孔が拡大する。で、これを私たちは光が明るいか暗いかで、まあ、無意識にもう変化してるんですね。で、本日お風呂に入るときにぜひ試みていただきたいことがありまして、お風呂の鏡の前に、まあ、これ別にお風呂に入る前でもいいんですけど、まあ、時々私も実験して自分が生きていることを確かめてるんですけど、瞳孔反射があれば人は生きている証拠の一つですから、鏡に向かってください。そしてまず片目を塞いでください。で、片目を塞ぎながら塞がない、左目を塞いだら左目じゃない右目の方をずっと見てるんですね。そうするとこの瞳孔が、あのつまり左目を塞いだら左目からの光の情報が減りますので暗くなったと脳は感じるわけですね。で、そうするとその反射でできるだけ瞳孔を開けようと思ってこれが開きます。で、開いた大きさを確認してください。で、再び、左目に当てた、まあ、手をあのどけてください。そうすると両目が開きます。そうすると光が増えたことになりますのでまたこうなります。で、微妙にこれを微妙な動きですけど瞳孔の拡大縮小が簡単に鏡の前で確かめられますのでやっていただければと思います。で、目に直接光を当てたらその例えば左目に光を与えたら左目が収縮しますし、まあ、右目に光を当てたら右目も収縮 しますけど、右目の瞳孔も小さくなりますけど、それを直接対光反射と言いまして、しかし脳でつながってますので反対側の目も連動して動く、それを間接対光反射という対光反射というのがありまして、あのそういうのが、まあ、生きている瞳孔反射というのが生きている証拠の一つです。それともう一つが遠近調節ですね。で、私たちは光が遠くのものを見てもピントが合うし、近くのものを見てもピントが合って、瞬時にして、まあ、一番すごいと思うのは、まあ、日頃やってるからそう思わないかもしれませんけど、例えば授業で先生の黒板の字を見た瞬間に一瞬にして自分の手元のノートにそれを写した時ノート の文字にピントが合うんですね。これはものすごい、ことでありまして、それをやってるのがこの沈照体と毛様筋の仕組みなんです。で、実はレンズのこれ物理の方なんですけど、レンズの性質でレンズが薄いと光をこう平行に入ってきた光を緩やかに集める性質があります。で、緩やかに集めてこのレンズの平行に入った光があのこう焦点を結ぶと までの、距離を焦点距離とフォーカルレンズと言ってるんですけど、それが、レンズが厚みを帯びますとこれが焦点距離が小さくなる。これ物理の性質です。これあの、生き物のレンズじゃなくても物理のレンズでも同じ現象があります。この焦点距離が厚みによって変化するんですね。
で、それを実は柔軟に私たちはやってるんです。で、遠くのものを見ると、遠くのものの光っていうのは比較的平行に来ますね。で、平行に来た時にゆったりと集めれば網膜に増結。で、網膜の距離は変わらない。レンズから網膜の距離っていうのは人では変わりませんので、このレンズの厚みの変化で人はピントを合わせているわけですね。で、それを、やっているということです。それではこのレンズの厚みを変えている原動力がどこから来るかというと、実はこの毛様筋という筋肉なんですね。で、毛様筋という筋肉がありまして、毛様筋が収縮すると、実はこれ収縮するときにこっち側、この矢印の側に収縮する性質があるんですね。で、そうすると沈焦体が緩みます。そうするとレンズは自ら丸まりやすい性質があるので、自らの力で丸まるんですね。丸まりたいという傾向があるんですね。ということで、緩むと丸まるんですね。そうすると熱くなって近くからの光は数位広がりに来ますので、それを急速に、屈折させてピントがちょうど網膜で合う形になります。で、遠くからの光は、沈焦体が緊張しますと、こうピンと張り詰めてレンズが薄くなり、その時は毛様筋が緩んでる、つまり相対的にはこっちに行ってるんですね、ということです。で、毛様筋の動きと沈焦体の動きはちょうどその毛様筋の収縮の方向性からいって逆になってます。毛様筋が収縮するときには沈焦体が緩み、毛様筋が緩むときには沈焦体が緊張するということになってますので、これ逆だということを知っておいてください。ちなみに近くのものを見ると、目が疲れるというのは、この一つにはこの毛様筋の収縮が続くための疲れだというふうに考えられますので、これが私たちの目の仕組みの第一弾ですね。はい。明日は、ちなみに余談を一つ言いましょうか。人間の目は、実は、このレンズの厚みを変化させることで、ピントを合わせてるんですが、ピントの合わせ方というのは、このレンズを前後させてもピント合うんですね。厚みを変えなくても。で、イカやタコの目は、実はレンズの厚みは変えずに、レンズを前後させることでピントを合わせようとしてるんです。だからイカとかタコの目って、こう釣り上げたりすると飛び出たり、引っ込んだりしますね。で、人間の目は、飛び出たり引っ込んだりせずに、同じ距離で無意識にレンズの厚みを変えてるということです。これ人間でよかったですよね。で、イカとかタコ型の目だったら、私たちはこう恋人同士が見つめ合っていって、その人がちょっと外見ただけで目が飛び出たり、引っ込んだりすると、ちょっとロマンチックじゃないかなと思いまして、目が厚く、目の、レンズが飛び出たり引っ込んだりはせずに、無意識に、レンズの厚みの変化で、私たちはピントを調整しているという仕組みです。はい、それでは明日は、今日じっくり話せなかった、この、ある意味では目の一番重要な働きという、この網膜のにおける色と光の、光の存在の見分け方、肝体細胞と錐体細胞という区別の話をいたします。それではご清聴ありがとうございました。